おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日も、曇りですが、外に出れます。今日は涼しいですね。はい。ごめん。コメントがまだ見えてない。コメント見えました。はい。それでは出かけたいと思います。はい。それでは、チェック、OK。今日の御言葉、7月26日火曜日、あなた方の広い心がすべての人に知られるように、フィリピ4章5節、Always be gentle with others。あなた方の広い心がすべての人に知られるように。ちょっと英語をね、もうちょっとやってみましょうかね。Always、 いつもいつも他の人に対してジェントル、柔和でありなさい。他の人に対して柔和でありなさい。クリスチャンの特徴は、ジェントルなんですね。ジェントルクリスチャンは、その柔和で優しい、クリスチャンは柔和で優しい。それがクリスチャンの一つの特徴です。はい。今日はどこに行きましょうか。まだ行くところちょっと考えてないんですけど、そうですね。はい。今日はちょっと涼しいですね。今日はちょっと涼しいですが、今日も曇ってます。夏祭りのですね、提灯が、夏祭りの提灯が出ています。それではですね、コメントが出てない。コメントが出ないですね。おかしいですね。どうしてでしょうか。コメントが出ない。すいません。なんかちょっとコメントがおかしくなってますね。ちょっと待ってくださいね。コメントが出ないので、時々おかしくなってます。はい、ちょっと待ってくださいね。コメントの設定が間違ってました。これで大丈夫でしょうか。はい、すいませんでした。コメントの設定が間違えてました。はい。それではですね、どっか出かけましょう。蚊のいないところ、座れるところ、蚊のいないところと、暑くないところと、今日はでも涼しいですからどこでも大丈夫だと思うんですが、
今日の御言葉からいきましょう。その広い心を知らせなさい。新改訳ではですね、あなた方の寛容を、知らせなさいってあります。あなた方の寛容、まあ、寛容な心、それは広い心、まあ、優しい心とも言えるでしょう。柔和な心、寛容な心、広い心、これはですね、どういうことかというと、クリスチャンになると、クリスチャンになると、優しくなります、ね。優しくないクリスチャンはまだですね、未熟だと言えるでしょう。クリスチャンがだん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 優しくなっていきます。皆さんの中でね、イエス様を信じた人が優しくなりましたという証があるじゃないですか。それがまさに証です。イエス様を信じた。聖霊様を受けた。優しくなった。これが証です。神の子供になったんですから。神の子供になったら当然優しくなるんです。なぜですか？神様が優しい方だからですね。神様が優しい方だから。イエスキリストを信じる者は優しくなるんです。神と同じ性質になるんです。神様と同じ性質になっていくと言ったらいいでしょうか。ぜひ皆さん、その私たちはこの世にあって、この世では悪魔の子が多い。悪魔の子は優しくないということですね。皆さん、悪魔の子は意地悪、悪魔の子はトゲトゲしい、悪魔の子は、人を責める、人を裁く、まあ、それが悪魔の子と言えるでしょう。その悪魔の子に対して、悪魔の子に対して神の子は優しい、人を責めたりしない、人の悪口を言わない。悪口言うってこと自体が、まあ、悪魔の子なんですね。悪魔の子、それは人の悪口を言う、人を責める、それが悪魔の子ですよ皆さん。それに対して私たちは神の子ですから優しくなるんです。そして、まさにクリスチャンがそういう神の性質を持ってこの世に、まあ、使わされる、この世に使わされる、それがですね、世の光と言えるでしょう。地の塩と言えるでしょう。世の光、地の塩というのは、まさにそういう、神様の栄光ですね。クリスチャンが優しいというのは神様の栄光です。で、その神の栄光をこのように示す。クリスチャンは、迫害されながらも、悪コメで迫害されながらも、いじめられながらも、許して忍耐して、そこでその柔和さを保つというか、優しさを保つ、そういうことの中で神の栄光が表されるんです。ですから私たちは誰に対しても優しくというのは、まさに、そういうことです。神様は誰をも愛しているわけです。悪い人を愛しているんです。神様は悪い人をも愛しているんです。ですからクリスチャンも、同じように、クリスチャンも同じように、悪い人にも優しく、悪い人を愛するんですね。そこが、大事なポイントです。大事なポイントです。そこには忍耐が必要です。そこにはですね、その神様の、御心を知らなければなりません。神様の御心はその、悪い世界の中で、光の子として輝く、光の子として輝くことによって神様の栄光を表す、神様の栄光を表す、その良い行いが人々を変え、良い行いが社会を変え、
良い行いが、その神様を喜ばす。皆さん、そのことをよく理解した上で、私たちは忍耐するしやすくなるわけです。兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、私たちは、そういう意味で、私たちは使命があるわけです。このように、地の塩としての役目があるんです。私たちは、イエス様の弟子として、神の子として、素晴らしい働きができるんです。以前は悪魔に用いられて、悪いことをしていました。汚れた器でした。しかし今、私たちはイエス・キリストにあって、清い器にされ、イエス様の血によって心が洗われて、その、清い器として歩むことができるんです。清い器として歩むことができます。ちょっとこの辺に公園があるんですが、車が止められないので、車が止められるところがあるかどうかちょっと探しましょう。車止められない。そうですね、車はやっぱり止めるところがないです。ここにいい公園がちょっとあるんですけど、ちょっと止められない。そういうわけで、私たちは、私たちの在り方、使命をはっきりと認識する必要があります。多くの人は何のために生きるかわからないまま、その虚しいことに、縛られてしまいます。多くの人は、その人間の、その生きる意味がわかりません。何をしたらいいのか、何が目的なのか、そういう生きる目的がわかりません。しかし私たちは、今の話のようにまず自分自身が、その罪の奴隷から解放されて悪魔の子であるということを認識して、そして救われたい、悪魔から救われたい、悪魔から救われたい、罪から救われたい、その上書きを持ってイエス様を信じます。イエス様は、私たちを救ってくれます。ご自身の血で、十字架の血によって私たちを救ってくれるんです。そして救われます。イエス・キリストを信じて聖霊を受けると本当に変わるんです。変わるんです。本質が変わるんです。悪魔の子から神の子という本質に変わるんです。霊的な本質が変わるんです。自分のアイデンティティが変わるんです。心が変わるんです。生まれ変わるんです。神から生まれるんです。神の子として生まれるんです。もう、私たちは、神の子になったのです。なれるのです。そして神の子として歩めるようになれるんです。神の子として歩めるようになれるんです。そしてそれは素晴らしい生き方なんです。自分の使命が分かってきます。アイデンティティが分かり、自分のアイデンティティが分かり、使命が分かってきました、使命が分かってきました。アイデンティティと使命が分かってきました。私たちは何のために生き、どのように生き、
どういう目的があり、この世界が、この世界が、この世界がどういう世界、神様がどのように働き、悪魔がどのように働き、悪魔がどのように働き、神様がどのように働き、私たちはその中で素晴らしい使命を知るのです。素晴らしい使命、それは、神様の使命です。相模原で15人の命が奪われる事件が起きました。そうですね、相模原っていうのは町田の隣なんですね。町田の隣、まあ、地域的にはほぼ同じようなところなんですね。で、昨日か一昨日も何か町田で事件がありましたね。町田でですね、老人を、この、老人に暴行を働いた事件がありますけど、今日はですね、相模原でとんでもない事件が起きました。皆さん、まさにですね、悪霊が働いているということです。悪霊が働いています。その犯人の心はですね、憎しみと恨みでいっぱいなんではないかと思うんです。その、元職員だったらしいですが、元職員で、ね、もちろん詳しいことはわかりません。推測ですけれども、元職員だった人がその職場で何か不満があったんでしょう。何か恨みがあったんでしょう。ね、そういう、職員の、元職員の恨み、憎しみ、怒り、そういうものがですね、復讐という形で、復讐という形でそういう犯行になったのではないかと思うんです。それは本当に、まさにサタンに用いられて、皆さん、憎しみとか、恨みとか、憎しみとか恨みがあると、サタンに用いられるんです。つまり、罪というのは、サタンにですね、サタンに操られて、サタンが、サタンが悪いことをすることを、悪いことをさせるわけです。いいですか？罪というのは、人間が、サタンに、操られて、悪いことをさせられるということです。そのことを、多くの人は知らないんです。ですから、こういう事件はまさに、今神様が世界中に向かって、あなた方が、このサタンがしていることを理解しなさい。人間が悪いことをする理由を理解しなさい。悪のメカニズムを理解しなさい。悔い改めて神に立ち返りなさい。あなた方が罪の中にあれば、悪霊が働いて、多くの人がとんでもないことをする。悪魔の働きをするということ、それを神様が世界にメッセージしているんです。こういう事件が頻繁に起きてます。たくさん起きてます。センテさん、おはようございます。こういう無差別殺人、とんでもない殺人がどんどん増えてます。それはですね、悪霊が働いて、悪魔のその思いを人間が実行しちゃってるということです。悪魔のしたいことを人間がしちゃってるということです。ですから皆さん、ぜひ理解してください。犯人だけの問題じゃないんです。犯人だけの問題じゃなくて、たくさんの人が、多かれ少なかれ同じようなことをしてるんです。暴言暴力、もう小さな
小さな皮肉も、小さな悪口も、結局同じことなんです。同じことなんです。悪魔にコントロールされて、罪を犯している。罪を犯しているんだということです。ですから私たちは、そのことを理解して、まず自分が、悔い改めて、その罪の奴隷から解放されなければなりません。悪魔の奴隷から解放されなければなりません。だからイエス様が必要なんです。だから十字架が必要なんです。十字架だけが、私たちは悪魔から救われるんです。悪魔から救われて、私たちは、本当に、一人一人が悔い改めて、まず、私たちが、優しい人、寛容な人になる必要があるんです。そして、クリスチャンが増えれば増えるほど、そういう犯罪が減ってくるわけです。そういう犯罪が減ってきます。悪魔に従う人が多ければ多いほど、そういう犯罪が増えるわけです。ですから、日本だけではありません。世界もそうですね。世界もそうですが、そういう犯罪を減らすことは、霊的戦いですね。霊的戦いを知って、多くの人が霊的戦いを知って、多くの人が、イエス様の味方をして、初めて、そういう問題が解決していくんです。他にはないんです、皆さん。このような殺人は、悪魔の仕業なんです。悪魔の仕業です。そのことをまずしっかり理解しましょう。そのことが分からなければ解決しません。そのことが分からなければ、こういう事件はもっともっと多くなってくるんです。こういう事件がますます増えます。ですから、皆さんが、一人一人がその理屈を理解することです。なぜこういう事件が起きるのか。なぜこういう事件が起きるのか。世の中はそれは分かっていないんです。精神的なことだと、で、片付けています。精神的なことだけではないんです。精神的なことではなくて、霊的なことなんです。霊的なこと。その、犯人がですね、犯人が憎しみを持ち、怒りを持ち、殺意を持っているところ、そこに問題があるんです。で、それは、その、心に悪意とか、殺意を持っていることが、原因なんです。その人から敵意、悪意を取り除かなければなりません。悪意とか敵意を取り除く方法は、十字架しかないんです。十字架しかないんです。その人が、イエス様を信じて、その人が優しくなるしかないんです。私はたくさんの、殺意とか悪意とか、怒りを持った人と接触してきました。彼らは本当に殺意を持っています。もう本当に誰かを殺してもおかしくないような人がいるんです。そういう人が、イエス様に出会って、悔い改めて殺意がなくなっていく。敵意がなくなってくるという、まさに、奇跡を私はたくさん目撃してきました。もうこれははっきり一つ、確信が持てます。もう確かなことです。確かなことです。皆さん、日本の社会には、殺意、敵意を持った人がたくさんいるんです。殺意、敵意を持った人がたくさんいるんです。もう、ね、その、犯罪が起きてもおかしくないんです。むしろ少なすぎるぐらい、事件が少なすぎるぐらいの状況です。もっとこれから増える可能性があるんです。このような事件がもっともっと増える可能性があります。だからこそ、今私たちは、その、
原因を知って、ね、一緒に祈る必要があるんです。皆さんは、その事件の霊的な原因を、学んでるんですから、知ったんですから、ね、一緒に、その日本を守っていくことができます。日本を守っていくことができます。ぜひ今からでも遅くないんです。むしろもう遅すぎるぐらいなんです。矛盾しますね。今からでも、遅すぎますけど間に合います。遅すぎますけど、今からでも一緒に、一致して、一致して、その、多くの人たちが、ね、殺意を捨てていく。殺意を捨てていく。そのような働きを一緒にしましょう。この伝道放送はまさに、そういう、人々から、特に若い人ですね。若い人から殺意を取っていく。若い人から敵意を取っていくという、そういう伝道放送なんです。ですから、ニコ生でね、ニコ生で、その犯罪予備軍の人たちが、犯罪予備軍の人たちが犯罪を犯さなくなってると思います。何人の方が犯罪をやめたかどうかはわかりませんが、何人かいると思います。しかしもっとです。もっと犯罪予備軍の人たちが福音を聞いて、イエス様の話を聞いて、その、イエス様の話を聞いてですね、殺意を捨てていく必要があるんです。皆さん、これは本当のことです。これは深刻なことです。これは深刻なことです。本当に、そうなる必要があります。これからも、殺人が起きます。これからも、殺人がたくさん起きてしまうんです。ですから私たちは、ギブアップするのではなくね、もうどうしたらいいかわからないというふうに、もう、ただただ悲しむだけではなくて、ただただ悲しむだけではなくて、それを防ぐ、答えを知っているんです。だからこそ伝道しているんです。だからこそ伝道しているんです。このように伝道することによって、そのような犯罪を、防ぐことができると思います。少しでもできると思います。しかし、もっともっと拡大しなければなりません。もっともっと拡大しなければなりません。本当に深刻なことなんです。本当に深刻なことです。ぜひ、皆さんがその深刻さをもちろん理解していると思います。しかし、答えを知らなければなりません。日本は、この社会は、そのような霊的な戦いの答えを知らなければなりません。皆さん一緒に、祈っていき、また皆さん自身が柔和な人になって、皆さんが敵意を捨てて、皆さんが殺意を捨てて、そして、このように、その答えを提示していこうではないでしょうか。それではですね、その証タイム行きましょう。証タイムね。イエス様を信じて優しくなった。イエス様を信じて殺意がなくなった。特にですね、殺意がなくなった、敵意がなくなった証。敵意がなくなった、殺意がなくなった証。スタート。敵悪意が取り除かれました。隣国への敵悪意が取り除かれました。
以前は差別していた。今は信仰で差別をやめた。敵への敵がなくなった。他の家族への殺意がなくなりました。イエス様の前ではネバーリタイアであるようになりました。ネバーリタイア。私はこのネット伝道放送で救われました。ハレルヤ、アメン。人を許せるようになりました。そうです、人を許したらこういう事件を起こさなくなるんです。許さないから反抗してしまうんです。許せば事件を起こさないんです。信仰で全て変わったようになりました。命の大切さを知りました。孤独の果てに浮かんだのはイエス様でした。孤独の果てに浮かんだのはイエス様でした。犯人も悔い改めたら救われると思った。もちろんそうですよ。その犯人も悔い改めてイエス様を信じたら罪が許されます。夢にイエス様が出てきた。涙が1時間止まらなかった。アメン、アメン。低級な生き方だった。急に言われ、人生変わった。病院で何度もイエス様を見た。不思議だ。悔い改めることが信仰の第一歩だと分かった。悔い改めることが信仰の第一歩だと分かった。人生が変わった。人生が変わったんだ。救われたんです。救われたんです。私たちは主に感謝して力強く生きていくことだと思います。アメン。憎しみがなくなった。憎しみがなくなった。アメン。イエス様が心の支えだった。最底辺でも最短距離だと信じ、悔い改め祈り続けます。アメン。聖書に触れたあの瞬間から、僕の人生が変わった。僕も人生が変わった。アメン。
アメン。獄門よりイエス様が大事だと思った。獄門よりイエス様が大事だと思った。今朝分かった。キリストは本当にいたんだ。キリストは本当にいたんだ。そして今もいます。今もいます。人生変わると思います。みんなに知らせたい。神の兵士として燃え尽きるまで命を捧げます。アメン。素晴らしい。素晴らしいです。人生の敗北者ですが、この放送を見続けます。もう人生の勝利者ですよ。人生の勝利者です。以前は悪コメばかりしていた。今、深刻めばかりしている。アメン。素晴らしい。素晴らしいミニストリーです。素晴らしい働きです。信仰始めたらようやくキリちゃんのことを理解できました。アメン。自分の苦しさはイエス様に背を向け続けたからだと分かった。すごい。アメン。アメン。自分の苦しさはイエス様に背を、向け続けてきたからである。アメン。皆さん、そうですよ。そうですよ。素敵な証ばかりで嬉しいです。アメン。皆さんは真理を悟ってきたんです。皆さんは、その、見えてきたんです。見えてきたんです。この世界が、人生が、人間が見えてきたんです。見えてきたんです。この霊的な世界が、イエス・キリストを信じることによって見えてきたんです。どうすればいいかが見えてきたんです。この今、多発している犯罪の理由が見えてきたんです。警察もわかりません。政府もわかりません。科学者もわかりません。医者もわかりません。しかし皆さんは知っているんです。皆さんはなぜあのようなとんでもない犯罪が起きるのか。皆さんは知ったんです。悪魔が働いていて、悪魔に操られている人間が、そのような悪いことをしてしまうという、そのことを知ったんです。そして解決も知ったんです。解決を知ったんです。一人一人が悔い改めて、悪魔と戦わなければならない。敵意悪意を捨てて、良い心を持たなければならない。イエス・キリストにあって、良い心を持てるんだ。イエス・キリストにあって、良い心を持てるんだ。皆さんは、その解決を知ったんです。解決を知ったんです。そして体験してるんです。皆さんが、イエス様を知って体験してるんです。喜びましょう。喜びましょう。皆さんは体験してるんです。そして、自分だけではなく、他の人たちが同じように救われるように、敵意がなくなるように、私もクリスチャンになりたいな。お金がなくてもいいのかな。なくても大丈夫です。大事なのはお金ではないんです。何でも与えてくれるイエス様が必要なんです。何でも与えてくれるイエス様が必要なんです。お金ではないんです。お金は偶像です。お金は偶像です。しかし、何でも祈れば与えてくれる。心にかなうものは何でも与えてくれる。イエス様が必要なんです。イエス様が必要なんです。お金ではないんです。イエス様が必要なんです。そして皆さん、私たちには素晴らしい未来があるんです。素晴らしい未来があります。私たちには永遠の天国、永遠のパラダイスがあるんです。もう、天国温泉。天国温泉が待ってます。天国温泉。まあ、この世の温泉もいいですけど、天国温泉はどんなに素晴らしいでしょうか。皆さん、永遠のパラダイス行けるんです。しかし、イエス様との関係が必要です。
日曜日も言いました。キリスト教は宗教ではない、キリスト教は宗教ではない、関係だと。関係です。神様との関係、イエス様との関係、イエス様との関係、イエス様との関係、それがですね、キリスト教です。キリスト教です。皆さんが、そのイエス様との関係を持つ、罪というのはイエス様と無関係ということ、イエス様と関係ないこと、それが罪です。多くの人はイエス様と関係がないんです。無関係です。だからイエス様に、私はあなたを知らない、私はあなたを知らないと言われてしまうんです。イエス様に知らないと言われること、それがですね、救われてないということです。しかし悔い改めて、イエス様、あなたを受け入れます、あなたを信じますと信仰を持つことによって、イエス様と、関係を持つことになります。イエス様と関係を持つことになります。そしてイエス様との関係こそ救いなんです。イエス様との関係こそ天国に行くその条件なんです。ですから私たちはいつもイエス様に感謝して、イエス様ありがとう、イエス様ありがとう、いつも祈りを持って、イエス様に祈って、イエス様に祈って、イエス様の教えを愛して、イエス様の教えに従って歩むならば、それはイエス様と、関係があるのです。主よ主よと言っても、ね、イエス様イエス様と言っても、イエス様の、この教えを守らなければ、また神の御心を行わなければ、私はあなたを知らないと言われてしまいます。ですからイエス様との関係は、イエス様の教えをどれほど、その守るか、イエス様の教えをどれほど理解しているか、イエス様の御言葉を本当に尊重して、イエス様を一番、イエス様の教えを一番に生きて、神の子として歩む、世の光、地の塩として歩む。皆さん、それが一番大事なことなんです。一番大事なこと。それは、イエス様のとの関係なんだということです。イエス様を愛してますか？イエス様を愛してますか？愛したいですよね。イエス様を愛したい。イエス様と無関係でいいんですか？とんでもない。とんでもない。イエス様と無関係なんてとんでもない。もうそれは、もうそれは最悪です。最悪です。イエス様との関係を強めたい。イエス様と関わりたい。イエス様に近づきたい。それが大事なことなんですよ。皆さんがイエス様を知ってくれたと思います。たくさんのことが。たくさんの方がイエス様を知ってくれると思います。たくさんの方が、イエス様を愛するようになったと思います。それは素晴らしいです。それが素晴らしいです。一緒にますますイエス様を愛していきましょう。ますます皆さんが清くなり、皆さんが成長するならば、イエス様が喜ばれます。世界でも日本でも、とんでもない事件が増えてます。とんでもない事件が増えてます。それは終わりの時代の印です。終わりの時代の印です。ですから、皆さん、この終わりの時代こそ、霊的戦いが激しいです。霊的戦いが激しいです。ですから、皆さん、一緒に祈って、事件が、起きないように、一緒に祈っていきたいと思います。今日は涼しくて本当に、いいですね。今日は本当に涼しくて、気持ちがいいです。本当に避暑地に来てるみたいな、避暑地に来てるみたいな感じです。天国は、これ以上に気持ちがいいとこです。天国は、これよりもっと爽やかで、
しかし多くの人は、殺意、敵意で苦しんでます。殺意と敵意があるだけでもう人間は苦しいんです。それはサタンが働いているからです。皆さんも、苦しい人いませんか？皆さん、心が苦しい人は手を挙げてください。心が苦しい人、心が苦しい人、手を挙げてください。心が苦しい人、苦しい。イエス・キリストを信じると、イエス様が苦しみを取ってくれます。イエス・キリストを信じると敵意悪意がなくなって、ね、敵意悪意、憎しみ、怒り、恨みがなくなって心が、楽になります。苦しみがなくなって優しくなります。本当です、本当です。苦しくない方がいいに決まってるじゃないですか。苦しくない方がいいに決まってます。多くの人は、ね、体験しています。証を見ればわかるでしょ。証を見れば、ね、多くの人が体験してるじゃないですか。多くの人が体験してます。ですから皆さんも体験できます。皆さんも、苦しみから脱却できます。皆さんも、苦しみ、ね、もうせっかくの人生苦しむことないじゃないですか、ね、せっかくの人生苦しむことないんです。私たちは、そのイエス様と共に歩むならば守られます。イエス様から守られて、苦しみがなくなっていきます。ごめんなさい、なんかちょっと切れちゃったみたいで、ちょっと切れちゃったみたいでごめんなさい。私たちは、そういう、事件がどんどん起きてきます。これからも起きるでしょう。でもその理由と解決を知っているんです。その理由と解決を知っているんです。そして皆さんの祈りが必要です。皆さんの信仰と信仰と祈りが必要です。皆さんの信仰と祈りによってそのような悪魔の働きを防ぐことができるんです。本当に防ぐことができます。リバイバルが起きると犯罪が減るという、その結果があるんです。リバイバルが起きると犯罪が減ります。ですから犯罪を減らすためにはリバイバルが必要なんです。犯罪を減らすためには皆さん一人一人の信仰と祈りが必要なんです。皆さんの悔い改めが必要なんです。私たちの悔い改めが必要なんです。神様が働かなければ悪魔が働くんです。神様が働かなければ悪魔が働くんです。私たちは悪魔を働かしてはいけません。悪魔を働かしてはいけません。神様が働くためには、神様が働く必要があるんです。
そのために皆さんの信仰が必要です。皆さんの祈りが必要です。皆さんの悔い改めが必要です。皆さんが、皆さんからまず、敵殺意を捨てましょう。まず皆さんが、敵殺意を捨てて、皆さんが、その、皆さんが神に立ち返ることによって、皆さんが神様に立ち返ることによって、皆さんの祈りが聞かれるようになるでしょう。皆さんが寛容になることによって、皆さんが優しくなることによって、その神の力がもっともっと働くのです。もし皆さんが敵意があって、皆さんが殺意があるなら、もっと争いが起きるでしょう。もっと社会が悪くなるんです。地が腐敗していくんです。悪が蔓延するんです。皆さん、悪を蔓延させてはいけません。悪魔を働かせてはいけません。悪魔に立ち向かうんです。悪魔に立ち向かうんです。まず一人一人が、神に立ち返って、一人一人が、敵悪意を捨てて、憎しみを捨てて、怒りを捨てて、一人一人が、優しい人になるのです。一人一人が優しい人になって、一人一人が、まず、その平和を作るのです。一人一人が平和を作るのです。一人一人が、まず、その、私たちから、皆さんの周りから、皆さんの周りから、平和を作るのです。平和を作るのです。悪魔を、排除するんです。敵悪意を捨てるのです。悪魔が働く隙を見せないのです。平和を作るのです。悪魔は争いを作ります。悪魔は争いを作ります。しかし神の子は平和を作ります。神の子は平和を作るのです。皆さんはトラブルメーカーではなく、ピースメーカーになることができるんです。ピースメーカーになって、悪魔を排除し、悪魔の働きを排除し、この世を神の国にしましょう。悪魔の国から神の国にするのです。このような犯罪が、起きるのは悪魔の国だからです。悪魔の国だから悪魔が働いて悪いことが起きるんです。ですから皆さん、神の国を求めようではないでしょうか。神の国を求めて、神の国を求めて、悪魔が働かないように、悪魔が働かないように、神の国を求めましょう。神の国を求めるのです。皆さん、今、このような犯罪が起きるのは残念なことです。苦しいことです。本当にかわいそうなことです。しかし、神様は、こういう事件を許したのは、日本が悔い改めて、神に立ち返るためであり、日本がリバイバルを起きるためなんです。人々が、その事件を通して、悔い改めるためなんです。人々が、この、人々が、このことを、このことを通して、まず一人一人が悔い改めて、一人一人が憎しみを捨てて、一人一人が恨みを捨てて、一人一人が怒りを捨てて、まず、その、サタンに操られる人間ではなく、サタンから救われなければならないということです。皆さんは理解してきました。もう、理解してきました。皆さんは理解してきたんです。皆さんは悟ってきたんです。皆さんは分かってきたんです。皆さんは実行しようとしているのです。皆さんは、神の御心を知ったんです。そして皆さんは、神、悪魔から、救われてきてるんです。悪魔から救われてきてるんです。そしてますます、神の子として、神の子として、歩もうとしているんです。神の子として歩もうとしているんです。
神の子として歩もうとしているんです。神の子として歩んで、今日も皆さんは他の人に柔和に優しく寛容を示すことができます。それは神様の性質を、神様の性質を表すことです。目に見えない神様が皆さんを通してこのように、示されるというか、神様の性質が、神様の性質が皆さんを通して、皆さんを通して、このように示されるのです。それが神様の御心です。神様の御心はイエス・キリストを信じる者が神の働きをすることです。神様の働きをすることです。神様の働きをすることです。神様の働きをすることです。皆さん、理解したでしょうか。分かってきたでしょうか。今回の事件のその真相を理解したでしょうか。理解しましたでしょうか。神様、皆さん一人一人にメッセージを。しているんです。世界の事件、日本の事件を通して神様は日本を変えたい、世界を変えたいんです。神様は人々を救いたいんです。人々を悪魔から救いたいんです。皆さんを悪魔から救いたいんです。本当なんです、本当なんです。イエス様は皆さんを悪魔から救いたいために十字架にかかったんです。イエス様が十字架にかかった理由はまさに皆さんのためなんです。皆さんのためです。皆さんを救うためなんです。皆さんを悪魔から救いたいんです。皆さんが悪魔と関わっていること、そこに問題があるんです。そこに問題があるんです。悪魔と離れて、悪魔から離れて、悪魔から離れるためにはイエス様を信じないと離れられません。自分の力で悪魔から離れることができないんです。イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると、悪魔から離れることができます。今日の放送を聞いて、なるほど、なるほど、そうか、自分は悪魔に縛られていたんだ、悪魔から憎しみを受けていたんだ、悪魔から怒りを受けていたんだ、自分が苦しいのは悪魔と関わってるからなんだ、自分が苦しかったのは悪魔と関わってるからなんだ、ああイエス様救ってください、イエス様救ってください。私を悪魔から救ってください。私の憎しみを取ってください。私の憎しみを取ってください。そのように悔い改めて、イエス様を信じる人、アメンと言ってください。イエス様を信じると、信じたい人、救われたい人、苦しみを取ってほしい人、殺意を取ってほしい人、アメンと言ってください。アメン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 、アメン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 。お父様、感謝します、悲惨な事件が起きました。どうぞ被害者の家族、被害者の関係者、あなたの慰めを受けますように、あなたの慰めを受けますように。そしてこの事件が、この日本の在り方、サタンによって苦しめられている、サタンによって、そのような事件が起きているということを
多くの人が知って、多くの人がその理由を知って、その悪魔から救われるためには、悪魔のそのとんでもない、犯罪から救われるためには、イエス様がどうしても必要だ。十字架がどうしても必要だということが、日本が悟りますように、日本が悟りますように、一人でも悟りますように、一人でも悟って、敵意がある人、悪意がある人、殺意がある人が、ああ、イエス様、ごめんなさい。私も犯罪予備軍でした。私も犯罪予備軍でした。私がそのような犯罪を犯さないように守ってください。そのような犯罪を犯さないように悪魔から救ってくださいと、一人でも多くの人が思いますように。一人でも多くの人が悔い改めて、日本に神の国ができてきますように。日本に神の子が生まれてきますように。たくさんの神の子が生まれますように。たくさんの神の子が生まれますように。日本を救ってください。日本を憐れんでください。日本から悪魔を追い出してください。人々から悪魔を追い出してください。人々が救われますように。人々が救われますように。人々に平安が来ますように。平安が来ますように。苦しみがなくなって、平安が来ますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。皆さん一緒に、アーメン。大きな声で、アーメン。家族がいても、アーメン。パソコンの前で、アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあ、皆さん、また夜8時にお会いしましょう。あ、消えちゃった。あ、すいませんでした。じゃあまた夜8時に、シャローン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 、アメン、アメン。